このドライバーの存在は間違いなく今シーズン最大のトピックになることでしょう。デスエリアを抜けた86号車前方に大平台のヘアピンカーブがクリアに浮かび上がる。黒のパンダタレの藤原拓海の超高速四輪ドリフト。こちら大型、残りは9台。オープン。